稲葉さんのソロライブ、甲子稲葉ライブ2023-3.5 のライブに参加してきましたので、感想を述べていきたいなと思います。今回はステージの演出に関してと、サポートメンバーに関してと、セットリストに関して、この3点に絞って、感想を述べていきたいなと思います。よろしくお願いします。今回の座席はスタンド席だったんですけど、まあ私は相変わらず席運が悪いのでそんなもんだなと思って、まああまり最初からね期待はしてなかったんですけど、会場の中に入るとですね、驚きのセンターステージだったんですね。センターステージはですね、稲葉さんにとっては初めてのセンターステージだったんで、かなり驚きました。センターステージだと会場の中央にステージがあるので、より多くの人がね、よく見えるステージになってるのがね、とてもいいなと思いました。で、まあ、スタンド席で少し高い位置で、ステージからもちょっと離れてはいたんですけど、ステージ全体を俯瞰して見下ろすことができたので、あの演出のね、全体をバッチリ見ることができたっていうのはね、かなり良かったんですね。SS 席とかアリーナ席だと、ステージに近すぎて、稲葉さんが奥の方に行ったら多分見えなかったんじゃないかなと思うんですよね。で、スタンド席だと、その点稲葉さんがステージ上どこにいても常に見ることができたんで、その点もねかなり良かったかなと思います。ビーズと違って派手な舞台装置とかなかったんですけど、円形ステージをね活かしたライトの演出っていうのがとてもね素晴らしかったですね。まあ、例えばですね、ステージの色がね変化したりだとか、テキスチャーマッピングのようにステージになんか模様をつけたりとかして、ステージのねなんか変化がね結構激しかったんですよね。で、これが結構斬新でね、良かったなと思いました。で、さらに、ステージが、まあ、円形なんで、で、ライトがね、円形をね、包み込んだりだとか、ステージ上でライトが激しくね、光が交差したり、まあ、ライトとね、その円形の丸いステージっていうのがすごく一体感があった演出が、とても素晴らしくて、ほんと見ていてね、飽きなかったんですよね。特にブリードの時とかですね、ステージに、ライトの白い光が、こう、監獄の檻の柵のようにね、閉ざされたように見えて、で床の色がね真っ赤に染まってたりとかして、
かなりそのガラッと雰囲気が変わる演出とかもあって、本当にね、このライトと、まあ、ステージを形を生かした演出っていうのが、ね、素晴らしかったです。まあ今まで猪俣さんのソロライブって派手なステージ演出っていうのは特になくて、演奏中心でストイックなライブっていう印象でしたけど、まあ、今回のライブに関してはそういった、まあ、光とライトの、ね、演出がとても素晴らしくて、本当にアイディアがね光る素晴らしいステージ演出だったなと思いました。では、サポートメンバーに関して感想をねちょっと述べていきたいなと思います。今回ですね、去年のビーズのハイウェイ X 同様にですね、バンド色を感じるライブになっていたなと思いました。従来の稲葉さんのソロライブですと、まあ、当たり前なんですけどソロライブなので、まあ、稲葉さんが主役、まあ、そんな感じの印象を受けたんですね。まあ、当たり前ですよね。しかしですね、今回はですねサポートメンバーの見せどころがもうたくさんあってですね、単なる稲葉さんのソロライブじゃなくて稲葉さんのソロバンドのライブというような印象を受けました。リュラに関してですけど、だいぶ見せ場が多くてですね、やっぱギターソロとかもやっぱり、まあ、必ずありましたからね。特にイエローの時なんですけど、まあ、やっと自分で弾けたんだっていうこうね感動があったでしょうしね。ジェンとね絡んでのギターを弾いてたシーンとかもね印象的で、結構ね目立つシーンが多かったなと思いました。でキーボードにサムに関しては、静かな雨とか波とか遠くまでとかですね、まあ、バラード系でですね出だしキーボードで始まって、結構ね泣かせるような演奏が多くてですね、見せ場が多かったかなと思いますね。でまあ演奏だけじゃなくて、まあ動きにもねキレがあったので良かったなと思いますね。ベースの徳永明人さん、徳ちゃんなんですけど、正面衝突とかバンタムの出だしでまあ主役を務めたっていう感じがありましたよね。特にねバンダムの頭のベースはねすんごいかっこよかったですね。あと正面衝突の出だしもですね、こうじらしながらみんなを煽りながらベースを弾く姿はね本当に良かったですよね。背が高くてまあ足も長くてですね、ベースを弾くその姿がねまあめちゃくちゃかっこいいんですよね。だってやっぱりですね稲葉さんと仲がいいじゃないですか。ファイブエラーズの時もめちゃくちゃもう徳ちゃんとイチャイチャしててですね、ね仲良さげなところが非常に良かったですよね。だからですね、またいつかですねライブのところ、ライブ上で徳ちゃんと稲葉さんがねイチャイチャするところを見たいなと思いますね。やっぱりですねサポートメンバーで、まあ、今回の超サプライズというか目玉といえばですね、やっぱりねミスチルのドラマーである鈴木秀也さんことジェンが参加したことですよね。なかなか今回サポートメンバーの発表がなかったじゃないですか。だからなんだろうなと思ってたんですけど、なんでサポートメンバー発表しないんだろうなってちょっと不思議に思ってたんですけど、いやまさかねミスチルのジェン引っ張ってくるっていうのはね、これはサプライズもいいところですよね。でやっぱりミスチルの時と同様にですね、すごい表情が豊かで、あんだけ表情が変化しながらドラムを演奏する人って他に見たことないですよね。でですね、配信の時はあんまり思わなかったんですけど、生で聴いた時はですね、ジェンのドラムって結構パワフルに感じたんですよね。ミスチルだとやっぱりバラード系の曲が多くてちょっと静かな感じなのかなと思ったんですけど、意外とパワフルなドラミングで、稲葉さんのね、ノリのいい曲とかもね、バッチリ力強く叩いてるなっていう印象でしたね。あとですね、まあやっぱり準備いいですかって稲葉さんがジェンに振って、で、ジェンが OK っていうやり取りしてね、そっからOK がね、始まったのはね、めちゃくちゃいい演出でしたよね。まあ OK の曲自体がね、もうとても素晴らしくて僕好きなんで、もうここはね、かなりテンション上がりましたね。あとは弾む世界で一緒にいたいっていう歌詞でですね、稲葉さんがジェンを見つめながら歌ってるところで、でジェンがちょっと戸惑いながらもまあなんかねリアクションするところがねユーモラスで楽しいなと思いましたね。そこはねなんかジェンの彼の性格が出ていて、まあ、とても微笑ましいなと思います。まあ当然ながらジェンもなんかミスチル以外で
演奏したことがないと言ってましたよね。まあ、誘ってくれてとても嬉しかったとも言ってましたけど、いや本当にね、ミスチルも忙しいでしょうしね、よく引き受けてくれたなと思いましたよね。まあ、今回のライブがたったの2日間、まあ3日間しかなかったからっていうのもあると思うんですけどね、いや本当に引き受けてくれてありがとうございますと言いたいところですよね。はい、では、セットリストに関して感想を述べていきたいなと思います。改めて稲葉さんソロの名曲がたくさんあるんだなぁと痛感したライブでしたね。稲葉さん特有のね、とんがり具合とノリのいい曲が多くて、あとですね、ライブに合う曲がたくさんあるんだなぁっていうのがね、改めて思いました。序盤のザ・モーニング・コール、まあ、ゴールデン・ロード、I am your baby とか、まあ、ノリが良くてですね、序盤からいきなりこう、テンションマックスでご機嫌になれる楽しい曲もありましたね。あとですね、やっぱり今回、初日だと、まあみんなびっくりしたのが年初だと思うんですよね。歌う前にですね、稲葉さんがコール&レスポンスを始めて、みんなね、ここを戸惑いながらも声を出していったっていうのがね、ちょっと忘れられないですね。最初初日だと、みんな声出していいのってなんかちょっと不安に思いながらもね、静かに声を出していったんですよね。運営のアナウンスでライブ前に、まあ自然発生する声とか、まあ演者の呼びかけに対応して声を出してもいいよとは言ってましたね。だけど周りの人に迷惑かけないような声量でお願いしますと言っていて、なのでね、まあ稲葉さんがコール&レスポンスを始めたとしても、本当に声出していいんですかって感じで最初戸惑いながら反応してたっていうのがね、結構印象的でしたね。ただですね、年初が終わった後に正面衝突ですよ。もうこれはもうね、みんなテンション爆上がりで、年初の時はね、声出しいのかなーっていう不安がちょっとね、残ってたと思うんですけど、もう正面衝突の時はもうみんな爆発して、もう全然もう、声出してたって感じがしますね。まさにコロナ前に、戻っていた感じですね。正面衝突が終わった後に、稲葉さん、こう、印象的でしたね。もうみんなじっと我慢していて、稲葉さんにやっと声援をくれたっていうね、嬉しさが、ね、伝わるようなね、感じでしたよね。配信で見た時はもう2日目だったんで、その時はもう声出し解禁の情報が伝わっていて、もう年初の前からみんな飛ばしましたよね。で、あとですね、まあ新曲ですよね。まあバンタムは NEX が終わった時にもう電撃発表されてたから僕もさすがに知ってて、で、配信で買って聴いてはいたんですけど、もう一曲ね、新曲ぶっ込まれてるとはね、全然知らなくて、まあ、Now っていう曲名らしいんですけど、これがですね、バンタムとちょっと違って、ハイウェイ X のようなね、ちょっと重厚感を感じる曲でしたかね。で、あとはですね、やっぱり OK とイエローと羽っていうこのつながりがね、今回のライブですごい盛り上がったんじゃないかなと思いますよね。イエローと羽に関しては、やっとライブで聴けたっていうね、初披露の曲で、まあ、ノリがいいじゃないですか。なんでね、めちゃくちゃ盛り上がってたなと思いますね。もう羽なんてみんなジャンプしてたっていうか、こう縦乗りのもうノリノリで盛り上がってたなっていう感じですね。で、僕もね、羽がすごい大好きな曲なんで、やっと聴けて嬉しかったですね。だけどですね、まあ、イエローがですね、これがまたライブにめちゃくちゃ合う曲で、普段、普通に聴くよりか、ライブで聴いた時の方がね、一段とね、盛り上がる曲でしたね。もうイエローと羽に関してはもう定番になっちゃうかなと思いましたね。もう今後ライブで必ず演奏してほしいし、なんか演奏されちゃうんじゃないかなってぐらい盛り上がってるなと思いましたね。新曲を2曲も用意するっていうサプライズをかましてるのに、稲葉さんはもうそれだけじゃ気が済まなくて、アンコール1曲目ですよね。これは驚きましたよ。命この命でスタートするっていうサプライズですよ。まあ普通アンコール1曲目って、やっぱりね、乗りよく開始することとか結構多いじゃないですか。しかしですね、命この命ですよ。いやー、びっくりしましたね。まあ、稲葉さんのソロの曲って、まあ、バラードで名曲かなり多くて、かなりその、まあ、魂がこもった名曲って多いですよね。で、さらに命この命に関しては、今の時代でめちゃくちゃマッチしてる曲になってるじゃないですか。なんでね、稲葉さんもかなりそのメッセージを込めて歌い上げたんじゃないかなって、ちょっと思いましたね。
だから時代的には本当にバッチリなアンコール1曲目っていう感じで、さすがその辺の選曲センスっていうのはね、稲葉さんさすがだなと思いますよね。今回のライブでね、僕一番個人的に一番良かったのはですね、遠くまでが良かったですかね。個人的に一番好きな曲でもあるんですけど、遠くまでの最後でシャウトしたじゃないですか。あれがね、めちゃくちゃ稲葉さんの、ね、魂がこもってたんですよね。素晴らしい魂の入ったシャウトだったと思うんですよね。だからね、聞いていてかなり心に染み入れましたね。もうほんと感動しました。長々とちょっと感想を述べてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。